今日は商品が売れた時ですね、手数料がいくら取られているのか、まあ、実際、何のお金がいくらで売れていくら入るのか、まあ、それをね、見る画面の説明についてご説明します。まず、セラセトラのペイメント、そこのトランザクションビューというところをクリックするとですね、各注文出てきます。で、例えばこれはね、59.98ドルで売れて、プロモーション、プロモーショナルリベートが5.1ドル取られて、12.63ドル、手数料を取られて、手取りが47.35ドルだというのがわかります。このね、プロモーションリベートっていうのは、5.16引かれて5.16ここで調整されてますんで、引かれてても別にね、皆さんのお金が引かれてるわけじゃなくて、Amazon の、まあ、勝手な決まりなんでですね、気にしなくていいです。まあ、気にする方はこの Amazon のフィーですね。FBA のフィーと、手数料が取られてます。まあ、これ見るとわかるようにですね、商品の価格が安いと結構な最低価格ね、FBA の送料とか梱包料があるんで、結構な比率になってしまいますんで、やっぱ目利きができてきてですね、高い商品が売れると、利益率が良くなるというのはわかりますね。もっといい。まあ、60ドル弱で売れて、手取りが50ドル弱、47.35ドル。こちらの方は70ドル弱で売れて、手取りが60ドル弱、56.81ドルというふうになっています。あとね、ペイドトゥアマゾン、セラーリペイトメント。これ何かっていうと、金額的にですね、月々の基本手数料と、それから、納品送料。アメリカ FBA に入れるときの、Amazon パートナーの、国内送料です。内訳はですね、このそれぞれのトータルのところをクリックすると、もっと細かい内訳を見ることもできます。またそちらの見方の方もですね、わからなかったらお気軽にご質問ください。これ何の金額かなというのね、いくらで売れていくら入るのかなというのはこれ、初めのうちはまめにチェックすると、なるほど、10ドル以下だとね、半分近く、4割ぐらい持ってかれちゃうんだなとかね、高くなってくると意外に比率は下がるんだなとか、そういうのがわかりますんで、これはまめにチェックすることをお勧めします。